アクエル前橋は、群馬県前橋市にある事務所や、商業施設からなる複合施設である。前橋駅、北口ロータリー南側からアクエル前橋の前身となる駅板前橋を望む前橋市表町2丁目の JR 前橋駅北口に1987年9月に開店した伊藤洋華堂前橋店が、2010年8月16日に閉店したのが始まりである。 伊東洋華堂前橋店は2007年9月25日で賃貸借契約が切れた際には契約を更新して営業を継続したものの中心市街地の空洞化や競合する相次ぐ大型ショッピングセンターの進出で売り上げが伸び悩んでいたとされているその光景として伊東洋華堂前橋店の閉店直前の2010年8月にスズラン百貨店と フレッセという地場資本の百貨店とスーパーが出店する新たな商業施設が後継店舗となる構想が発表されたが、再三面の問題から同年10月に白紙撤回となった。その後、2011年12月に中心市街地の大型店再生などを手掛けている開発会社山木が投資施設の再開発を担うことで基本合意に達し、 2012年5月25年の定期借屋契約を締結した。食品スーパーが出店する地下1階と1階には小売店が入居し、2階と3階は飲食店や託児所の他塾や文化教室、フィットネスクラブなどの集客施設が入居し、4階と5階には富士通グループの富士通フロンテックシステムズが入居する。 事務所のフロアという構成の複合施設として2012年11月15日に開業した。しかし、2012年11月15日の開業時点で約半分のテナントが間に合わず、その後も2階に計画された。食堂街は2013年2月から春頃5月29日、6月18日、夏休みへと何度も開業が延期された。2014年8月、 駅板の土地、建物を大阪市中央区の不動産会社ジャパンエステートが取得。同年10月4日付の工芸新聞が報じる。売却後の2015年、公式サイトが消滅。駅板としてオープン当初のドメインはリンク切れとなり、現在はアフィリエートサイトになっている。SNS も2015年6月の投稿を最後に更新されていない。 2017年12月には地下1階にネクサスが経営するパチンコ店 D ステーション前橋駅板店がオープンするもわずか3ヶ月後の2018年3月に休業した。2018年時点でテナントとして入っていた招き猫を展開するコシダカホールディングスの関連会社コシダカプロダクツがジャパンエステートから駅板の土地 建物を取得した。コシダカホールディングスは、マスコミの取材に、地域経済の活性化に貢献できるような運営を、検討をと回答していた。その後、2020年3月24日に名称を、アクエル前橋へと変更することを発表した。7億円から8億円をかけて、改修を行い、地下1階には、ワントゥー店の縁日をテーマにしたデジタルレジャー施設が入り、1階は、 ツタヤブックストアが出展。3階には学生のための学習室を設けることをしに提案している。また4階のオフィスフロアにはクライムの入居が決定した。同年12月25日にグランドオープンしている旧施設の名称の駅板は2012年5月から7月頃に公募した中から選ばれたもので JR 前橋駅北口の駅北がその由来であるが 液が多いの意味も込められている。アクエルは、アクアと、アエルからの造語である。ありがとうございます。